改札口ホーム、古市駅は、広島県広島市浅南区中須一丁目にある、広島高速交通広島新交通1号線の駅である。建設中の当駅の仮称は、中須駅であった。駅ホームの駅名の下には小さく括弧書きで、中須あるいは中須と書かれており、現在でも当駅が中須駅と呼ばれることがある。ただし、他の副駅名を持つ駅が、 時刻表、車内放送等で、本来の駅名と副駅名の双方を案内しているのに対し、当駅は時刻表、車内放送等では、古市とのみ案内されている。島式ホーム1面2線の高架駅。ホームから1フロアを降りたところに券売機、改札がある。駅は中洲1丁目と古市2丁目の境界上に位置し、駅、出入り口は中洲側にある。 ステーションカラーは黄色。以下の情報は、広島市統計所に基づいたデータである。アストラムラインでは、1年毎乗車総数と、1年毎降車総数の情報を公開している。1日平均乗車人員データは、年度ごとの乗車総数を365で割った値を小数点2を丸めて小数点1位の値にしたものである。 アストラムラインのデータは1000で丸めて提供されているので、1年ごとではプラスマイナス500の誤差があり、1日あたりでは1.4人程度の誤差が発生する。ありがとうございます。